今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日はあの明日がもう終了式ということで、みんなでお掃除の方をしていきました。で昨日は粘土だったりプラポンだったりをあの数を数えたりしながらお片付けしていたんですけれども、今日はあのロッカーの中身を全部出して雑巾で拭いていったりとか、あとあのいつもおもちゃ、いつも遊んでいるおもちゃだったりをこうあの例えばブロックの中に積み木が入ってしまったりしていたりもしたので、それをこう綺麗にこう種類ごとに分けていきました。であのこう雑巾は順番こで使っていったんですけど、もうちゃんとあの終わったらどうぞって言って次のお友達に雑巾を渡してあげたりとか、おもちゃの片付けもみんなでこう声を掛け合いながら、なんかこっちにブロックがあったからこっちに入れようとかって言ってみんなで協力して楽しくお片付けを行うことができて、私もとても嬉しくなりました。そしてあの午後は双葉さんの方に入らせていただいたんですけれども、今日はあのさつまいも あのお団子の方が出て、もうすごくあのみんな楽しみにしていて、もう団子が来たらわーって言って、あのもうお口の周りがこうきな粉でいっぱいになっていたんですけど、それもすごく可愛らしいなっていうふうに思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。